ワン、ツー、スリー、せーの、はい。ガズレレ流簡単バージョンやってみました。1番は入門コード3つ、2番はプラス D7 というコードを1箇所だけ入れたちょっとだけかっこいいバージョンで今やってみたんですけど、これですね、ウクレレを始めたその日にこの曲結構演奏できるんじゃないかと思います。はい、出てくるコード、あ、ちょっとね、今のねテロップと一緒にできた方はね、紙に自分で書いていただいてご自身だけで演奏できるようになってくださいね。その時の参考になるように、あの、私のノートを写し出したいと思います。こんな感じです。一応書いとくんですけど、入門コード3つで3拍子ということに書いてある。さっきも言ったけど、この1ブロックで3回ですからね。はい、でこれをメモってください。これね、ここに今1番、2番って書いてあるけど、歌詞全く一緒ですからね。まずこれを一時停止して書き出してください。はい。書いて、自分だけで演奏してみる。これがポイントになりますね。で、まあまあちょっとこれ一時停止書いてくださいね。はい。で、ここ見て、これ今はね、F でやったんですけど、これ本来は D7 というコードの方がかっこいいんですけど、でも F でも全然大丈夫です。で、初心者の方はコード3つのが、3つっていうのがね、最初の入門コード3つでできるっていうのがこれ楽しいやつなんで、ぜひこれぜ、初心者の方が、この入門コード3つでできるっていうところがこの曲のキーポイントになってますんで、まずは3つでやって、余裕が出てきたらここだけ D7 というコードに変えてみてください。はい。で、今は1番はこれ F でやりましたよ。で、これ全く同じで、今のところがこれ D7 になってるのが2番 だったということで、全く同じですからね。はい。そんなようなことになっております。そういうわけでちょっとコードの解説をしますと、C と F と D7 という、この超絶入門コードなんですよ、これ。やりましたね。一応これね、おさらいしとこう。C っていうのはね、これ、さっきの初心者リストのここっていうところでもう詳しくやってますけど、はい。一番下の弦の3番目で、下1本。はい。F は、こことここ、この指立てるよ。これ、斜めのイメージつって言ってるんですね。あと G7 は、こことこことここのこの三角形。三角形。G7 は三角形。こんなようにガズレレでは解説してます。この入門コード3つで、鯉のぼりができちゃうということで、この3つのコードはですね、もう、ほんと、ウクレレ始めてもうその日に覚えるコードですから、皆さん。はい。で、あと、かっこいいバージョンというか2番でやった D7 は、もう簡単です。押さえる場所、ここと、ここなんですよ。こことここね。
こんな風に抑えるのがいいと思います。F とか、こんな感じね。はい。はい。この辺のこと。一応これ今日は3つプラス1の超簡単バージョンなんですけど、一応今後のためにこれをシェアさせてください。ガズレレ必須コード。私が動画で完全解説してますからね。はい。ここにリンク貼っています。ここで、お時間ある時にコードを楽しく覚えるのがポイントでございまして、私のね、ガズレレ的な覚え方だと、親戚とかね。三兄弟とか、そんな感じでね、面白おかしく覚えられるんで。はい、それでコードを覚えてください。まあもちろんその中の今日3つプラス1ですからね。はい、やってみてください。で、今日ね、ちょっと一応皆さんにお伝えしたいのは、この C から G7 っていう、このコードの流れ、これ初心者の人結構難しいんですよ。ちょっとコツをね、伝授したいと思います。まず C を押さえて G7 なんですけど、これね、C と F と G7 って3つの時、C はここはいいんですけど、F と G7 で共通しているのはどこかっていうとね、ここなんですよ。2弦の1フレット。ここ F の時もここだし、G7 の時もここなんですよね。つまりここがすごい大事になります。C の後は、何でもかんでもここ最初に押さえちゃうんですよね。そしてから F なのか G7 か、あと 50% ですから、F か G7 しかないわけです。C 以外は F と G7 しかないわけですからね。なんでここを大事にしましょう。F と G7。はい。で、この辺のコントロールができるようになったら D7 に行くっていうことなんですけど、あと私、こういう動画ではよく言ってるんですけど、これね、これ見ながら最初やるわけじゃないですか。そうですね。屋根より高い鯉のぼりっていう風にまあ見ていくんですけど、屋根よりって言ってるときは、ここ一個次を見ながらここ引くんですよ。そうしないと次こう時間が迫ってくるのに間に合わないからね。だからここで用意がしてないといけないんですよ。なんでここが分かりやすいかも。大きい、ここで来たらもう次 F だぞと思いながら、大きい、まあ、これ F に入ったらもう次 G7 だぞとかに、ちょっとずつ先を読んで、コード用意しとく。指が待って、これ大きい孫いの時は。それではこの大きい孫いのところをちょっとバーチャルでやってみます。大きいでね、いくよ。せーの、はい。おー、ここでもう F が来るぞと思って、ここで待ってるわけ。大きい F が来るぞ。孫、次は、また G7 だぞ。次はまた C が来るぞ。ちょっとずつ先を読む。これがポイントになりますからね、皆さん。何でもかんでも、人生でもちょっと先を読む。これがポイントになると思います。そんなことを意識してね、まずゆっくりでいいんだよ。やってみて。で、ちょっとね、こっそり練習して家族の前で披露するのがいいと思います。はい。楽しんでやってみてください。ワン、ツー、スリー、セイ、ノー、はい。Ah.
りのキャバジャン。同様の背比べ、ガズレレシンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。出てきたコード、本当に3つだけだったでしょ。そして3拍子がキーポイントですね。1、2、3、1、2、3。はい、これを慣れるとね、結構同様にはね、3拍子って結構多いパターンなんで、これをゆっくり弾いて、まずはこれのシンプル簡単バージョン歌ってみてください。これはですね、一応2番までやって、一応フルコーラスバージョンなんでございますけれども、まずはですね、皆さん、慌てずに、今やったシンプル簡単バージョンと一緒になんとかこう追いついて合わせてきてください。コード3つね、しっかり頭に覚えておかないとちょっと間に合わないかもしれないんですけど、そこが面白いところです。はい。で、まずね、それ合わせてもらって、その次のステップがあるんですよ。その次のステップっていうのは一体何かというと、YouTube と合わせるんじゃなくて、今度はご自身一人だけで演奏してみるのがいいと思います。だってこれね、5月5日にね、キッズとかの前で歌うときに、やっぱり YouTube 一緒に見ながら歌うわけにはいかないですから、まずじゃあ、まず最初は楽譜とか見ながらね、やったらいいと思う。そのうち覚えちゃうといいと思うんですけど、じゃあその楽譜ってどこにあるんですか、どうやって用意しましょうってことなんですけどね、今の演奏はですね、ガズがこうやって書いて、背比べ、はい。これを見ながら今演奏したんですけど、この楽譜そのものを今からカメラにこんな感じで大写しにして、皆さんこんな感じで書いてみたらいかがですかってシェアするんですけど、今このサービス始まってます、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の聖比べを含むガズが今までも書いて書いて書きまくってきて、もう膨大なもう山ほどある楽譜ノート楽譜のストックの中から毎月5曲皆さんがやってみたいな面白そうだなというふうにチャレンジしてみたい曲の楽譜をダウンロードしていただいて、即座に家で練習できるというそういう画期的なサービスなんです。でね、このね、ガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとかいろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこうお勉強、大学ですからね、これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの押さえ方とかも研究室みたいなもんで、ここもねなかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして、そういうわけで今ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージはこう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなんで、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。背比べ、同様ですね。はいはい、鯉のぼりも浮かんでおります。コード3つですよ。そして3拍子の曲、はい、この時点でいろんな情報があるんですけど、はい、なんでここを見てもらうと、今イントロですけど、1、2、3、1、2、3、1、2、3みたいな感じで進んでいきます。ちょっとこれ面白いですね。イントロ5ブロックあるんで、ここでちょっと溜めてから歌が入るという、ここはもうね、説明も何もこれ超シンプル曲なんでね、はい、ここがここまでで 1番なんで、これ一時停止してちょっとメモっちゃってください。で、動画の演奏動画のシーンを一時停止して書いてもらうのもいいかと思いますし、あと先ほどご紹介させていただいたガズクラブで、この楽譜そのもののね、データをダウンロードしていただくのもすごくいいと思います。まあ、とにかく楽譜用意しましょう。それで練習していくのがいいと思います。はい。これはもうシンプルなので、歌もね、もう本当に特徴的なメロディーと、この印象的なこの、言葉とメロディーでもう歌えると思いますけどね、皆さんね、さすがにね。はい。この辺がね、ちょっと、こんなメロディーだったなって僕のね、思い出した感じだったんですけどね。はい。で、これが1番です。で、2番は、ちょっとね、スペースの関係で全く同じコード進行で歌詞だけ変わっていますので、はい。ちょっと見づらい方は、ここのコードを書いちゃって、歌詞だけ書き足すといいと思います。これ、歌詞が変わってるだけですからね。はい。なんで、シンプル曲ですよ。これ、だから、ウクレレ入門の方に最高。入門コード3つでできる、ゆっくり。で、歌もね、もう、皆さんご存知だと思いますから、ぜひ挑戦してみてください。それでは、出てくるコードをご紹介します。まあ、こう、さっきから出てますけど、今日はこの3つだけです。C と F と G7。やったー。これはもう、ウクレレ習ったその日に覚える超絶入門コードです。一応、レクチャーしましょう。C は一番下の3番目だよ。一番下の3番目。F は、こことここ。はい。こうやって押さえて、斜めだよ、斜めのイメージ持ってくださいっていつもガズレレでは言っております。この斜めのイメージ。で、G7 っていうのは、こことこことここの三角形で、はい。これ、イメージは三角形ですよ。F から行く場合は、こう、くるっとちょっと角度つけて、ここに三角形こう押さえる。この三つ。この三つだけですかね。ここ、C、F、はい。G7、はい。
G7 の時にはくるっとひねる、人差し指を中心に回転する、はい、これがキーポイントだといつもお伝えしておりますけど、これは先ほど紹介した、ウクレレ初心者レッスンはここ行ってくださいっていうところでも一番最初にご案内するコードなんで、ぜひトライしてみてください。そしてこの曲ウクレレ弾ける方はね、ウクレレデビューしてほしい方にこの曲で練習してもらうとかもすごく最高だと思います、はい、横に広げるのも楽しいことでございますので、ぜひ皆さんお願いいたします。はい、そしたらですね、これからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。いつもここではね、この今のシンプル簡単バージョンで歌をしっかりね歌い込んでかっこいいバージョンの練習に入っていきましょうっていうことなんですけど、この曲はねもう本当に誰しもが歌だと思いますので、それはまあ今日はいいでしょう。はい、じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではですね、コード全く一緒でいこうと思います。コードは一緒なんですけど、ちょっと弾き方をね変えてみようかなと思います。今日出てくる弾き方は、はい、ドン、3拍子のアルペジオと3拍子のストローク。これはですね、特に解説動画をね今上げてないんで、今後もしかして上げるかもしれないですけど、結構簡単ですからやってみましょう。普通の基本のアルペジオはでも参考になるな。あ、じゃあ一応ですね、アルペジオと、8ビートのこの二つの弾き方が参考になると思います。この二つの弾き方はここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの一枚で、アルペジオと8ビート、ちょっとね、これ楽器演奏、ウクレレ演奏の結構イロハの弾き方なんで、まずその二つちょっと練習してもらうといいかもしれない。それぞれのアルペジオと8ビートの濃厚解説レッスン動画がもうアップロードされてますんで、そこにね、ちょっとやってみてください。それが基本になりますんで、それを踏まえて、じゃあ3拍子のアルペジオから解説します。C をコードを押さえたら、1弦と4弦をまず最初弾きます。あ、一応確認しておくと、人差し指、あ、じゃない、1弦って地面に一番近い弦ですよ。1弦が中指です、中指、2弦が人差し指、3弦4弦が親指を使うという、こう3フィンガースタイルでいこうと思います。それで C をコードを押さえて、1弦と4弦を同時に弾きます。14、次3、次2、3、1、これでワンセット。14、3、2、3、1、1、4、3、2、3、1。今言ってる数字は弦の数字ですよ。1弦と4弦同時に弾いて、3、2、3、1、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい。これを数字で表すとこんな感じになります。この数字結構参考になると思うんですね。1弦と4弦を同時に弾いて、次、3弦、2弦、3弦、1弦。こんな感じで、タン、トン、タン、トン、タン。これで歌ってみると、柱の傷は、おーと、こんな感じになります。これ、1番はこの弾き方でいこうと。で、3拍子のストロークっていうのは、じゃん、じゃじゃじゃん、じゃん、じゃじゃじゃん、じゃん、じゃじゃじゃん。手首柔らかくして、じゃん、じゃじゃじゃん、じゃん、じゃじゃじゃん、1、2、3、1、2、3。こんな感じでやると、ちょっと滑らかな感じになりますよね。いや、この3つ弾きもいいんですけど、この、じゃん、じゃかじゃんってやることで、ちょっとだけノリが出るかなと。2番は3拍子のストロークでやってみようと思います。この2つの弾き方でやるだけでね、結構イメージ変わってくると思います。もちろんね、3つ弾きでね、最初のシンプル簡単バージョンの3つ弾きでも本当に十分だと思いますけど、ちょっとね、こう、ほんわりさせたいみたいな時にこの弾き方を変えるだけで結構表情が変わるということをご体感していただけるかなと思いますけれども、まあ、この曲はですね、この、いろんな方に歌ってあげるというか、その季節をね、感じるっていう時は、まあ、最初の初心者版の三つ弾きでも十分だと思うんですけど、ちょっとリズムトレーニングとしてこういうの取り組んでみるのもいいかなというふうに思うんですけど、ちょっとね、まあ、いろんな意味も込めて、かっこいいバージョン、背比べ、やってみようと思います。二つの弾き方で、三拍子のアルペジオと三拍子のストローク、ちょっとやってみてください。それでは、かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、1、2。はい。ねー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 ねI'm not afraid to die.
子を脱いでさえ、一はやっぱり富士の山。せいろ、童謡の背比べかっこいいバージョンやってみました。ちょっと弾き方変えるだけでね、ガラッと表情が変わるでしょ。ここがね、音楽やってる、ウクレレで音楽やるところのね、こう面白さっていうか豊かさっていうかですね、ポップですよね。なんかだからこんなのがね、また自分でコントロールできるようになるところも、また音楽を自分で奏でる、楽しさのうちの一個なんでね、この季節の曲をなんか弾きたいムードで、こうその時の感じでアレンジして歌っちゃう。これぜひおすすめでございます。はい、大きい声で歌っていきましょう。2023年ガゼレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんですよ。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもね、ガズが使ってるGラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。